パサールカードは、製鉄グループが発行する、磁気式の乗車カードである。口述のように、犬種ごとに順次販売を終了し、現在は、すべての犬種で販売を終了している。製鉄電車の全線としず鉄ジャストラインで使用できる。秋葉バスサービスでも2020年3月31日まで、使用可能だった。 掛川バスサービスには導入されなかった。電車では自動改札機への直接投入が可能である。また、自動改札機へ投入した場合に限って、カード裏面に乗車駅と残額が印字される。複数人が使用する場合や、小人運賃など割引運賃適用者が使用する場合は、電車の場合は自動改札機に直接投入せず、 自動券売機で乗車券に引き換えなければならない。なお、バスで同様の使い方をする場合は、運賃箱リーダー挿入前に運転士に申告することで利用可能である。名称のパサールとはトールを意味するスペイン語である。パサールカード自動販売機、また、インドネシア語ではパサールは市場を意味する。ABC、パサールカード販売終了のお知らせ。 2019年3月29日閲覧。ABCD 学面のカッコ内は利用可能金額。ありがとうございます。